百聞は一見にしかずね。聖宮列車の逆人、私は泉州妖精の将軍飛翔よ。私から紹介しよう。水色の服を着ているのが、前にいるのが陰月君の生まれ変わりで、その後ろにいるのが最近列車に加わった新人でしょ。二人の名前はラフの報告書の他に、妖精の天白氏があなたたちの情報を集めたの。一度会ってみたいと思ってたのよ。その理由は軽減将軍から聞いてるわよね。その通り。でもこれは尋問じゃないわ。ただ二人の話を聞いて事実関係を明らかにしたいだけだ。軽減将軍は報告書の中で人滅軍団を剣木の災いの元凶と定め、人滅過疎の動向に注意するよう他の天将に警告した。壊滅の手先はこれまでに数えきれないほどの世界を破壊してきたわ。同盟も奴らを警戒していたけど、まさか北条の残党と手を組むなんてね。幸い剣木の災いによる被害は想像よりはるかに少ない。でも今回の事件はただ全てを焼き尽くす人滅軍、新作将軍と七死人たちの武勇は信じてるけど、報告書には記されていない詳細について知りたいの。だからこの機会に二人と話せたらと思って。先に言っておくけど、これから尋ねることは必ずしも私の考えってわけじゃない。構わない。ただ俺たちに答えられることはこちらが知っていることに限られる。そして将軍が聞きたいことはすでに答えが出ているかもしれない。口が達者なのね。気に入ったわ。この天劇将軍って人、口がうまい。目的はわからないけど、軽減は正直に答えてほしいって言ってるし、とりあえず知ってる事実だけを言えばいいかな。じゃあ早速始めるわね。聖宮列車は指名手配犯、性格ハンターに導かれてラフを訪れ、性格の危機を解こうとした。でも銀河を歩む人なら性格ハンターの悪名を知らないはずがない。あなたたち七死人はどうして彼らの言葉を信じたの？ラフの他にもこの宇宙には正確に侵食された世界がたくさんある。前に列車が止まったヤリーロ6もそうだった。性格はレールを塞ぎ跳躍のリスクを高めることがある。だから性格が引き起こしたトラブルに対処するのも七死人の本分なんだ。性格の問題については聞いたことがあるわ。列車はいろんな世界をつなげようとしているから、それに対応するのも当然のこと。破れた銀河を開拓が修復する。なるほど。報告書では薬王秘伝の回収、炭素についても触れられてる。彼女は横島な考えを抱き、絶滅大君と結託して性格を使い剣木を再生させた。一回の短視聴に過ぎない炭素がここまで手を回せるとは思えない。外敵と結託して性格を持ち込んだにしても、剣木を取り囲む誤解は寿命族の領地。彼女はどうやって警備の目をかいくぐったの？炭素とは会ったことがあるけど、彼女は宝庫の戦争で親友を亡くしたらしくて、潤子を憎んでた。だから泉州に復讐したくて探偵室でずっと準備してたのかも。復讐、それもまた潤子の一つね。でもそれはあくまで動機に過ぎない。彼女には寿命族が守る林苑郷に性格を持ち込める力なんてないわ。それについては炭素に聞くべきじゃないのか？残念だけど炭素はもう死んでるの。屍も灰になっちゃったから
手がかりがまた一つ減ったわね。報告書では絶滅大君元老が事件の黒幕だとされてる。彼女は天白市のある節都市の姿であなたたちに同行して、最後には忽然と姿を消した。存在自体が自由すぎて濡れ衣を着せる相手としては最適ね。私は軽原将軍と一緒に元老と戦ったの。あいつは剣木の力を吸い取って頑丈な肉体を作ってた。多分最初からそれが目的だったんじゃないかな。壊滅の手先が肉体を手に入れて生き延びようとした。その視点はなかったわ。面白いじゃない。よろしい。二人の